はいどうも、プレスの T です。今日やっていくのは複素数入門っていうところでお話ししていこうと思います。この複素数っていうのは初めて出てくる内容なんですけど、深く考え出すとわけわかんなくなっちゃうんですよね。っていうところで今日はその入門編っていうところで、その一番基礎的な部分から説明していこうと思うので、一緒に見ていくことにしましょう。じゃあまず複素数って何ですかって話なんですけど、複素数っていうのを考えるときに一番重要になってくるのがこの虚数単位というものですね。虚数単位って何ですかって話なんですけど、虚数単位っていうのは i の2乗イコールマイナス1を満たす数なんですね。要は2乗してマイナス1になる数のことですね。ということで i イコールルートマイナス1というふうに書けます。いいですかね。意味わかんないですよね。今までルートの中身は必ず0以上になってないとダメだっていう風に習ってましたよね。でもここマイナス1になってるわけです。これを意味わかんないっていうのもわからんではないんですけど、書こうと思えばルートの中にマイナス1って書けますよね。もちろん物理的な意味でですよ。で、物理的にこういう風にルートの中にマイナス1っていうのを書けるんだったら、それはそれで定義しておいてあげた方が都合がいいでしょうと、そういう話なんですよ。この i というのはそもそもイマジナリー、想像上のっていう風な意味なんですけど、普通に考えたらありえないんだけど、想像上の数字としてこういうものを定義しようと、そういう話をしてるだけなんですよ。だからあまり深く考えずこういうもんだと思っておいてください。で、これを踏まえて複素数っていうのが出てくるんですけど、複素数っていうのは2つの実数 ab っていうのを用いて a プラス bi と表せる数のことを指してるわけですね。で、ここから数の定義っていうものを考えていきたいんですけど、まず複素数っていうのがあって、その中に実数 a っていうのが存在するんですね。今までやってきた範囲では実数っていうのが一番幅広い数の分類だったわけなんですけど、実はこの実数っていうのは複素数の一部に過ぎないんですね。複素数 a プラス bi において b イコール0の場合ですからね。じゃあ他にどんなものがあるんだって話なんですけど、この実数以外に虚数っていうものが存在するんですよ。この虚数っていうのは複素数 a プラス bi において b が0でない場合っていうのを指してるわけですね。つまりこの虚数単位 i っていうのが存在してる場合です。で、この虚数について特に準虚数というのがあって、これはbi と表せるんですね。つまり a イコール0になっている場合を指します。もちろん b は0じゃありませんよ。もしこれが b が0だったらただの実数0になってしまうんで、いいですかね。新しい用語がいっぱい出てきてわけわかんなくなってるかもしれないんで、わからない人は一回ここで止めて見直してみてくださいね。で、結局この虚数というのを作っているのはこの i があるかないかっていう部分になるんですけど、 a も b も実数なんですね。これが結構大事な話で、虚数であるためにはこの i っていうのが存在しなきゃいけないんだけど、 a と b はそれぞれ実数で、この a っていう部分が実部で、 b っていう部分が虚部っていうふうに言うんですね。大丈夫ですかね。で、ここで気になった人いるかもしれないんですけど、ここに i っていうのが出てきてるわけなんですけど、 i ってルートマイナス1じゃないですか。なんでマイナス1かって話ですよね。マイナス2とかマイナス3でも良さそうなもんじゃないですか。これはキリがいいっていう部分もあるんですけど、実は負の数の平方根っていうのはこの i っていうのを使ってあげれば全て表現できるんですね。どういうことかっていうと、 a は0より大きくないといけないんですけど、この時ルートマイナス a っていうのをどういうふうに表せばいいかって話なんですけど、マイナス a っていうのは a かけるマイナス1っていうふうにかけますよね。で、ルートの性質を考えてあげれば、こういうふうにバラバラに書くことできますよね。で、このようにバラバラにしてあげれば、ここルートマイナス1っていうの出てきてるじゃないですか。これは何かっていうと虚数単位 i であって、こういうふうに書けますよね。つまりルートマイナス a っていうのはルート ai というふうに書けるわけです。だから i イコールルートマイナス1っていうことさえ定義しておけば、全ての負の数の平方根っていうのは i を使って表現してあげることができるわけですね。これすごく便利ですよね。で、このことさえ分かっておけば、マイナス a の
平方根は何ですかっていうような問題にも答えることができて、マイナス a の平方根はプラスマイナスルート ai だというふうに言えるわけです。ルートマイナス a っていうのとマイナスルート a っていうのはまた全然話が違うんでね、そのあたりのことはしっかり区別しといてくださいね。で、まあこれがざっと複素数の説明になるんですけど、複素数っていうのも当然計算できるわけですね。ってことで複素数の演算っていうのを見ていきたいんですけど、まず加法ですね、要は足し算です。複素数が出てきた時の足し算っていうのは、まあこういう話をしたいわけですけど、これは i が含まれている部分と含まれていない部分っていうのをそれぞれ別個に計算してあげればよくって、こういうふうに書けます。で、このように虚数単位が含まれていない部分を実部と言って、虚数単位の係数になっている部分っていうのが虚部というふうに言うんですね。最終的にこの実部と虚部っていうのを分けてあげるっていうのが目標になります。イメージとしては結局この i っていうのも所詮ルートマイナス1ってだけなんで、ルートの計算と同じように考えてもらえれば大丈夫です。じゃあ次、減法、引き算ですね。これはこういう計算をしてくれって話なんですけど、 i が含まれていない部分と i が含まれている部分それぞれ計算してあげればいいので、こういうふうに計算できますよと、そういう話ですね。じゃあ次に乗法、掛け算見てみるんですけど、この掛け算っていうのはこういうふうに書けますよね。で、まずこれやるときには一回展開する必要性があって、公式的に考えてもいいですし、それぞれ順番にこうかけていくっていう分配法則を使ってあげるとこういうふうに書けますよね。このあたりは単純に掛け算してるだけなんでこういうふうに書いてますけど、ちょっと整理してあげるとこういうふうに書けるんですね。で、この中で i が登場しているのはこことこことここにあるんですけど、この i の2乗っていうのが出てきたら注意してくださいね。この i っていうのは虚数単位なんで分けておきたいんですけど、 i の2乗になると話が違うんですね。 i っていうのは2乗したらマイナス1になる数字なんで、この i の2乗というのはマイナス1に変わります。ということでこういうふうになるんですね。後半戦は話簡単で i があるわけだから i でくくればいいですよねと。で、前半なんですけど AC は当然変わらず、 BD っていうところに i の2乗がかかっていることから、ここマイナスになってますね。ここを絶対間違えないようにしてください。いいですかね。じゃあ指則演算最後の除法見てみたいんですけど、除法はこういう計算です。先ほど i っていうのはルートと同じようにすればいいよって言いましたよね。ルートが分母にいたら何するんでしたっけ？有理化しますよね。ってことで、この i が出てきた時も有理化と同じようなことをしてあげればいいんですね。どうするかっていうと、こうします。i が含まれている部分の係数の正負を逆転させたものを分母と分子にそれぞれかけてあげればいいんですね。i があろうがなかろうが、分母と分子が同じであれば、これ結局1になるので、こんなものかけたところで元々の値は変わりません。で、あとは分子は分子、分母は分母で掛け算してあげるとこういうふうに書けますよと。ちょっとこっち狭くなっちゃったんでもう書きませんけど、最終的には実部は実部、虚部は虚部でこういうふうに分けてあげればいいですね。で、分母についてなんですけど、 i の係数がプラスとマイナスになってるから2乗引く2乗の形になるんですけど、今回また i の2乗っていうのが出てくるので、ここプラスになってます。いいですかね。で、このことから一つ分かる話があるんですけど、共益な複素数という言葉があって a プラス bi と a マイナス bi みたいに虚部の正負が逆転しているものを言うんですね。で、この共益な複素数ってよく登場するんですけど、ポイントは i がもともと入ってるんですけど、和と積は実数になりますよっていうのが結構大事だったりするんですね。積が実数になるのはここ書いている通りの話ですし、 a プラス bi と a マイナス bi っていうのは当然この bi の部分足して消えるんで実数になりますよね。まあ特殊っちゃ特殊な事例なんですけど、この共益な複素数っていうのはよく出てくる話なんで頭の中に入れといてくださいね。さて、今回はちょっと新しい用語がねたくさん出てきて頭の中ごちゃごちゃになってると思うんで、
ここでやった四則演算、実際の数字使ってやるぐらいの簡単な演習だけやって終わりにしましょう。じゃあ例題なんですけど、次の計算するとどうなりますかっていう問題ですね。まず一つ目は 4+5i プラス 3-2i、 これ計算するとどうなるかって話なんですけど、 i が含まれてないところは i が含まれてないところ、含まれてるものは含まれてるもので、それぞれ係数計算してあげればいいんで、こういう風になってまとめると 7+3i になりますねと。こうしてみると全然難しい話じゃないですよね。じゃあ次に原本引き算やってみたいんですけど、これも係数同士を計算するだけですね。すごく丁寧にやると、まずこの -1 っていうのを分配法則してあげて、こういう風に書けるんですね。あとは i がないとことあるとこ、それぞれ計算すればいいので、こうなって 1+7i になりますよね。次に掛け算ですね。 2+-√5、 3-−√5、これを計算しましょうって話なんですけど、ここで注意したいのは、ここマイナス√5になってるってことですね。もちろんこのままでも計算できるんですけど、めんどくさいので一旦 i を使って書き換えてあげます。で、あとはこれを展開してあげるとこうなって、で、ここ√5i の2乗っていうのが出てきてますね。ここの2乗の計算注意しながらやってみると、こういうふうになりますよね。√5を2乗すれば5になって、i を2乗したからマイナスが出てきてるんですね。で、この係数のマイナス1っていうのも忘れちゃダメですよ。マイナスとマイナスなんで、かけたらプラスということで、11+√5i という答えが出てくるわけですね。すごくマイナスを行ったり来たりするんで混乱しやすいんですけど、落ち着いてやれば大丈夫です。じゃあ最後割り算なんですけど、 1-2i 分の 1+2i、まず分母の共益な複素数っていうのを分子と分母にかければいいんですよね。ということでこういうふうにします。で、分母は分母、分子は分子で掛け算してあげるとこういうふうになりますね。これ分母は和と差の積の公式使ってるだけですし、分子についても同じものが出てきてるので2乗の公式適用してるだけですね。で、あとはこれ計算してあげて整理すると、5分の −3+4i という答えが出てくるわけです。いいですかね。 i っていうのが初めて出てきてちょっとわけわかんないなって思ってたかもしれないですけど、やってることとしてはほぼルートの計算と一緒ですよね。もちろん i っていうものについて深く考えるとわけわかんなくなっちゃうんですけど、ひとまず今日のまとめとして知っておいてほしいことっていうのは、まずは一旦受け入れろと、そういう話なんですよね。この i っていうものは非常に奥深くって、考えれば考えるだけわけわかんなくなるんですよ。で、そういったものをちゃんと深く考えようっていう姿勢はすごく大事なんですけど、初めてこういうものに取り組むときは一旦、あ、なるほど、そういうもんなんやなと素直に一旦受け入れるっていうのがすごく大事になります。これから先もいろんな新しい用語とか出てくるんですけど、その都度考えるのは考えるでいいんですけど、一旦、まあ、そういうもんなんやなって受け入れないと一向に前に進めなくなっちゃうんですね。だからそのうち理解できるやろっていう気持ちで、まずは先に進む。そうやって先に進むことによって新しい発見とかがあって理解しやすくなる場合っていうのもよくある話なんで、軽い気持ちで付き合っていきましょうということですね。まあ、これ以上ごちゃごちゃ言っちゃうともうわけわかんなくなると思うんで、今日はこんなところにしときましょうかね。今日お話しした内容がわかりやすいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもブログやツイッターなんかで情報発信してってるので、よければそちらもチェックしてみてください。じゃあ今日はこの辺で、お疲れさんでした。さよなら。